ているそこのあなた、こんにちは。SK48 チーム S の姫たんこと荒野姫香です。なんかちょっとたまに出るエクボと、あと足ですね見えない足とエクボです。はい、 Twitter っていう SNS のところでも上げたんですけども、須田あかりさん、はい、須田あかりさんをちょっとイラスト風に描いてみました。あとは、同期の田辺みずきちゃん、チーム E の田辺みずきちゃんだったり、あと同じくチーム S の青海ひなのちゃんを描きました。じゃあこれからどうしようかな、誰描こうかな。今から SKE メンバーのどなたかを描きたいと思います。すごい描くの久しぶりだからちょっと下手っぴかもしれないけど、ファンの方どうか怒らないでください。はい、行きました怒んないでください、ドン。はい、9期生のチーム E の石川かのちゃんです。でも私は SK48 の中で一番今は身長が高いので、今は168cm なんですね。伝わるかな、168cm なので、高身長担当とか、あとはスタイル担当とかなりたいですはい、私はこのユニットの中に入りたい、ただそれだけなので、難しいんですけど言葉にするのが。でも誰と一緒にダブルセンターやりたいじゃなくって、私はユニットの中に入りたいです。それがただセンターになりたいとかなりたくないっていうわけでもなく、ただ誰となりたいっていうと、なんか誰となりたいっていうのは違うのじゃないかなって私はそう思っていますので、誰ともでもないな、私から言うことではないと思います。私の理想のアイドル像はチーム S の先輩の中にいらっしゃるんですけども、その方を目指して特技を磨いたりとか今頑張り中です。理想のアイドル像は何かというと、優しくって自分の意見をちゃんと持ってて、それをちゃんと人に伝えられて、ファンの方に もう毎日のように感謝をずっと伝えて、末永く愛されるアイドルになりたいです。お風呂、お風呂か、顔かな、顔です、顔から洗えます。はい、投票してほしいな。
こういうのは早くやった方が良いので頑張ります。ベリベリペンか、 SK 弱いな、ベリベリペン。いきます。ういーはいはい、もうなんか一人なの恥ずかしいな、恥ずかしいな。 SK に入ってから改めて自分っていう存在を客観視してみようっていう思ったんですね。で、考えてみたんだけど、なんかすごい変な子だなって思うし、めんどくさい子だなって思うし、しかもめちゃめちゃ不器用だなって自分でも思うんですけど、それでもファンの方々は見捨てずに応援してくださるファンの方々がいらっしゃるので、その方々を幸せに笑顔に楽しく毎日が過ごせるように、これからアイドルしていきたいです。もうなんかこのティーンズユニットのメンバーの誰よりも多分こういう自己 PR とかすごい苦手な人なんですよ多分。だからもうこれからは毎日ショールームだったり Twitter、Instagram などなどモバイルメールなど自分でできることすべて全力で取り組んでいきたいと思いますので、よかったらアルノ姫香に目を向けてくださると嬉しいです。頑張ります。よろしくお願い